ドップラーレーダーはレーダーで観測しておりましたが、レーダーではなくレーザーによって風向や風速を観測する方法があります。これをドップラーライダーと言います。ドップラーライダーはそれほど新しいものでもなく、羽田空港では1997年から運用されています。ドップラーライダーのライダー LIDAR とはライトディテクション&レンジングの略です。ドップラーレーダーに非常によく似ておりますが、ウィンドシアを感知するのにレーダーを使用するのかレーザーを使用するのかの違いがあります。ドップラーレーダーと比べてのメリットは、分析能力の向上や機材がより小型で軽量化されているため軽飛行機への搭載も可能になりました。またリモートで観測することができたり、従来型の風向風速計では観測できなかった上空や前方の離れた地点の計測が可能です。レーダーではなく波長の短い光を使用しているので、晴天時などの空気中に水分がない時にでも空気の動きの観測が可能なことが大きな違いでしょう。ドップラーライダーは大気中の目には見えない浮遊粒子を捉えて風の動きを調べることができます。しかし逆に大気に水分が多いと光が減衰してしまい観測が困難なため、晴天時にはドップラーライダーを使用し、降水時にはドップラーレーダーを使用することで全天候時にウィンドシアなどの検出が可能となりました。レーザー出力によって違いますが、一般的に普及しているドップラーライダーの観測可能な範囲は水平距離で約最大 10km 程度となっております。ちなみにアプローチ中の航空機に対してのレーザーポインターの照射事件などが発生していますが、ドップラーライダーの光は目に見えない近赤外線を使っているので、上空を飛行するパイロットの目などの安全も考慮されています。今回はドップラーライダーについてご紹介しました。